皆さんこんにちは。昨日のラボ面白話見てほしいんですけど、ラボ作品コンテストの第2回が発表されると同時にマリオのコース遊ぶ大会、バトル職人大会やったかなみたいなのもあるんですが、そこのコースも募集するっていうのがあって、この夏2つ作らなあかんっていう話をしたんですけど、だから今日から2つ作りますと。でまたワールド2まで行ってちょっと間置いてたんですけど、その間にこんなにたくさんのお客さんが来てくれてたみたいです。ワールド2まで作って、多分その後俺ずっとオーバーシェフやってたんですよね。ありがとうございます。で自分のコースが初めてたくさん評価されましたよって。何それ、すごい、いろいろもらえますね。ニュースは投稿できるコースが64、そこら辺も知らないまま久しぶりに立ち上げたんで、ワールド3を作っていきたいと思います。で今回ワールド3を作るにあたって、僕前からいつか作るときには決めてたのは、夜の月にするといろいろな効果が得られる、こんな効果があったよっていう動画を撮ったらもっとあるよってコメントを教えてくれた人がいて、じゃあそれいつかそれ作るわって言ったんですよね。それをやってなかったんで、例えば逆さマリオとかなんかいろいろあったと、ちょっと忘れちゃったんですけど、そこら辺を模索しながらやっていきたいなと思います。その前にこうピョンチューの森やってくれたやん、ピョンチューの森ありがとうございます。あ、ありがとうございます。一人いいねしてくれてるやん、ありがとうございます。スーパーボールフラワーが一番21、すげえ、割合的には3割いいね率、すっごいいいねと思ってるよね、みんなすっごいいいねと思うんですね。僕的にはもっと上の、ああこの辺やってほしいんですけど、あんまり目立ってないみたいですね。パックンフラワーの森とかめっちゃ難しいって言ってましたけど、2000、あもう12日のことですか。そうですか。もう、12日っていつ？やべ、3週間ぐらい作ってね。作り方慣れてない可能性がありますんで、操作ミスとかもある中、簡単に、また簡単にって言いながら難しくなってくるんですけど、作っていきたいと思います。これですか？どうやって作れたっけな？あんまり覚えてないですわ。ちょっと今ね、オートマシフやってるから、めっちゃ操作があっち側になってるんですよね。そういう言い訳をしながら、パン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 なんてあったっけ、そんな音楽。で夜にするのどうやってするんだっけ。あ、これね。あ、違う。まあ簡単な、今日は簡単なコース行きたいと思いますんで、絶対簡単な。これで何にすると何になるの？いや、飛行艇にする、船にすると何とかっていうのは絶対あると思う。あとは、水中にするとか、なんか、逆さになるのは地下か？あれ？逆さにはどうやってするの？これ。逆さにどうやってするやろ？お化け屋敷やと？あ、お化け屋敷やと、こうなるんや。花火を駆使したゲームが作れそうですね。そっかそっか、その辺全然俺、もうこれで全てだよって試した結果がここら辺に並んでますけど、そっか、シーソーもあんま使ってなかったんで、その辺もなんか適当に行き当たりばったりでやっていきたいと思いますけど、じゃあまだね、お化けでやるかどうかは決まってないです。このマイナスでプレイするのって一緒や、オートマシフト。これか。暗闇に、これで行こうかな。それとも逆さマリオもやってみたいんですよね。逆さはどうなるやろ。飛空艇はどうなれたっけ。なんかなるよね。あれ？なんか、すげえ重力が軽くなるっていうのを見たような気がするんだけど、それって敵がかな？敵がかな？これはでも別に引く手じゃなくてもふわふわしてたと思いますけど、空やとや、空やと飛ぶんけ。
一緒か。あ、俺や。俺やじゃない。俺がゆるゆるになってる。すっごい楽しい。で、あとブランコとかも駆使していきたいですけど。じゃあちょっと上から順番に行くって感じにしようかな。新スキン、これにしたら敵が変わったんで。逆に逆さまりよって、逆さまりよだけどやってるか教えてほしいんやけど。逆さまりよってどうすやろ。新スキンで逆さにして、ちょっと攻略ページでも見ときゃよかったんですけどね。土管に入るとかな。え、土管に入るとことかそんなあったっけ。おお、え、え、なんでなんで、土管置いただけやで。俺置いて間違えたってたのに。言ってないわ。間違えたと思ったのに。あ、さっきプレイしてなかったか。これやりたかった。じゃあ今日はこれを作っていきますね。地下にすると、そうね、月の、まあ、こっからやってったんで、これは普通だったと思います。確かね。あれ、まあ、これは普通ですから、その後にじゃあ2個目としてこっちをやるという、すっげえ長い前置き、ごめんなさい。で、僕このステージに僕ブランコを置きたいなって妄想してたんで、そっちをやっていきたいと思います。ブランコマリオもなんかで使いたいと思うんやけども、そのさ、ブランコの仕分けみたいなのすごい面白いな、クリボーの。そのステージにもコメントが来てたりしてたんですけど、そのブランコを逆さで使ったらちょっと面白いというか、えらい大変なんじゃない、大変っていうか、逆さにしたらもうどうなるやろっていう感じになってたんで。この戻すがあるのいいね。捕まえた、捕まえた。おむず。で、僕はこういういっぱいこれを作って応募して遊ぶ職人に裏方として参加できればいいかなと思います。これでクリボーとかを捕まえるのがすごい楽しかったと思うんで、それはまあね、あのストーリーで参考にしたやつなんで、しばらく喋らずにやっていきたいかな。どれだっけ。これね、初めてレールつけたかもしれん。あれ、レール動かんのよ。あれ、レールの上どうやって動かせんのこれ。あ、そっか、これ後で置いたねか。はい、練習終わりまして、あとはクリボー、クリボー、クリボー、そうね、クリボーが勝手に捕まえてこっち持っていくみたいなのがあったと思うんですけど、あれ面白いですよね。あれパクロ。じゃあそんだけのコースにします。ちょっと喋らずにやっていきたいと思います。
あれ？あの人飛ぶんかと思ったら飛ばんが。なんかいい感じ。何々モテるやろ。何々モテるかが楽しみです。引っかかってるのずり感が結構いい感じ。ずり感。たまたまいいことになること多いね、俺ら。これ、ラって誰？これは消せない。わかりました。
ここはなんとかの森シリーズは終わったんで、月シリーズにしましょうかね。月の月シリーズ、月シリーズとしまして、ここら辺のやつを全部伸ばしていく感じにしましょうか。OK。 なんか面白いのできそう。完全に勘やけど。そういえばさ、このフラワーマリオも使おうみたいな告知とかいっぱいあって、おかげで僕の昔の動画に価値が出てるんです。その中でパックンフラワーのボールが何かに当たるんや、何に当たった、 P スイッチも当たったので、オンオフも当たったかな。 P スイッチに当たるところを見たんで、 P スイッチもなんか重要かなと思います。P スイッチに当たるところ、P スイッチ、すげえ。どうやって当てよう、ここ。 P スイッチ、逆も伴ってわけわからなくなってるけど、むず。あら、当たるんかな、当たるんかどうかが試せない僕のコース作りの下手さ。よっしゃ、ちょっと待てよ、まずもうちょっとこれを下げましょうか。また喋らずやってみたいと思います。あれも取れんくなってる。難しいね。これ取れんくなったのがきついね。ちょっと待って、これ難しいのが取れんくなっ
ったらダメなんで、歩くものじゃないとダメですね、実際にこういうふうに。まあ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 、簡単にしていきましょう。難しいって、ベリタスさんも言ってたんで、僕のステージ。何があるかな？何が欲しい？この辺か。間違えた。B で消すのはオートマシェフの癖で。ごめんなさい。そっか、俺がここにいたかね。なんて落ちんの、あの亀。面白いな。人たちみんなに鍵持たせることってできるんかな。鍵？鍵になるんか？コインか。あれ？これ持たせられ、ちょっと何持たせられたっけ？鍵？鍵ってとこや。シーソーも最近使ってないから。キー。わかりやすい。鍵付きの扉、鍵付きの扉。まあちょっと待って、どうしたら面白いかな。どうしたら面白いか。まあ、ありがちなことしようかな。最後は扉にしましょうか。4つ置けるんやね。
OKOK、なんかこんな感じにしよう。で、ずっとこれが移動してて、強い敵も落ちてくるっていう風にして。あ、ちょい飛ぶっけ？飛ぶんかな、この子。この子飛ぶかな？飛ぶな、この子。この子飛んでまうな。捕まるね、あれ。飛ぶけど、あんま降りてこんの。降りてきた。あ、危ない。こんな感じにしよう。よし。ってことで、すごい簡単なコースになっちゃいそうですけど、でもまあ簡単ぐらいがちょうど みんな知らない人がやると難しいレベルになるっていうことなんだと思うんで、じゃあちょっとまた話さずにやっていきたいと思います。
What?
セコン。
Let's go!
Thank you.
Turn
Let's go!
これ難しすぎるな。難しすぎる。いやー難しい。難しい。いや、ちょっと今我ながら早く用できたなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃない。今からこれをアップロードしてゴールチェックしてってことですね。すげえ楽しいコースできたな。月のステージでブランコ、月ブランコ、月特集、月の森の、何だよ、後で決めよう。なんとかの森だったんで、なんとかの月にしたいと思う。
これブランコって言うんだっけ。これはまた我ながら1時間半かけていいステージできました。この1時間半かけて昨日の亀、これ一回失敗したら、あのカロンは亀にしようかなと思いますね。亀にした方が、これ2面でこれやったっけ？すげえ難しいやん、また俺のステージ。あれ？ちっちゃいといけんかったりして。の方が、落ちてきていいなと思いますね。落ちてくるからいいなと思いますね。あー怖。あー怖、これいけるかな俺。でっかくしてあげたいな。うわ、めっちゃむず。うわ、むず。たまたま行ったわ。なんか、これ、今まで作った中でも結構いい方のコースなんじゃないこれ、俺。実は。ここはね、分かったんです。ここ分かったんですって、俺、ここら辺で。あれ違う。ここら辺で落ちてほしい。ここら辺で落ち、あれたまたまうまくいった。ごめんなさい。絶対にこれは、靴は落ちんよね。が落ちたらクリアできないから大丈夫かな。ここも割れながらさ、いいなと思います。おお、一発いった、すげえ。自分ですげえって言ってみる。わあ、捕まる。あー危ない、怖いよ。面白い、これは面白いぞ。あ、でも今ミスを発見。今ミスを発見。あ、しかも、これ、オン押してるからこんなになってる。そっか、ちょっと待って、オン押してるから、ちょっと待って、投稿したあかんねん。投稿したあかんねん。ちょっと待って。投稿しちゃってるやん。ちょ。ミスった。あかん、ちょっと一回キャンセルってどうするのこれ。X。まずは、これは、ノコノコの方がいい気が、してます。なぜかと言いますと、落ちてくるから。
そう、この時になんで左側見えちゃってるやろ。見えちゃってるのちょっと残念じゃない。ここのマス数なんかな。マス数が狭すぎると見えちゃうのかな。ってことでちょっとこっちを、あれこれさあ逆にできんのよ。あれどうやってやるんだっけこれ。あれこれ逆にできたよね。なんでできんのやろ。じゃあこれを逆にしとけばいいんか。これがこっち入ってるから こうしとけば勝手にそうなるのかな。でもまああっちでオンオフをもう一回押してから来られたらそれはゴールってまあしゃあないかなと、いいかなと思います。あの4面目クリアするのが難しいな。あ、3面目も難しいけど。ブランコの月。難しいね、このコース。いつも俺のコースは難しくなっちゃう。難しいな。これも一回ここで落としといた方がいいっすよ。怖いから。あかん、これ絶対あかん、絶対あかん。ちょっと旗つけとこうかな、俺のために。俺のためにつけるといけるね。一応ゴール条件っていうのがあると旗つけれないですけど、ゴール条件今回ないんで。ゴール条件好きなんですけど、あれどこにある、あれどこにある？あった。これやっぱここら辺につけといてあげようかな。
ああいう面白いとこにつけるのも面白いよね。ありがとうございます。あ、そっか、2回クリアしながらね、これやと。まあ、しゃあないわ。ちょっと静かにしますね。すいません。めっちゃ面白いこのコース。いいね。でもね、ライブの条件では2分半でクリアって書いてあったけど、クリアできんちゅう。2分半じゃここ。でもバトル用コースっぽくかって感じ。我ながらこれ面白いよ。こんな面白いコースある？なんか最後の方いつも手抜きになってんけど、ここは結構感じいいよね。たまたま行くことが多くなったし。感じよ。あぶねえ。なんか逆さに慣れてきました。ありがとうございます。うわ、難しい。ありがとうございます。これさ、中間地点の位置がまたこれ結構秀逸だよね。ここ壊せるけどっていうのもあるし。
そうか、中間地点から言うとどうしてもこれこうなっちゃうんで、まあいいや。間違えた。バトルに無理やりしてコースを狙います。バトル用作ってって任天堂言ってたけど、バトルのタグ選んでなかったらそれに入らんのかな、それともそれでもなくても応募したらいいんかな。ありがとうございました。